おはようございます。10月26日腹筋ローラー210日目、62歳、セカンドチャレンジ5日目になりました。おとといの、夕飯で、焼肉キング、プレミアムコース食べ放題に行ってきたんですけど、昨日動画を撮り終わった後に、体重を測りました。半日、ですね、食べた後半日経過しての体重が、なんと2キロ強増えていました。そこからまあ推測すると、3キロ弱ぐらい食べたんですかね。まあ人生多分、一番くらい食べたのかな、感覚的なものなのですけど、もう喉の途中まで、食べ物が詰まってるような、状態、まあ身動きが取れないところまで、まあ頑張ったというか、意地を張ったというか、食べたんですね。まあその後ちょっと、まああんまり、状態良くなくなったので、まあまあいつもそうですね、毎回食べ放題、まあたまになんですけど行くと、まあ店を出る寸前の顔表情というのは多分もう疲れ切って、まあもう多分、当分食べたくないみたいな、まあ、顔をしてるんだと思うんですよね。で、まあほどほどにね、楽しく美味しく食べられればいいんですけど、性格的になんか、食い地が張ってるんですかね。まあなんかチャレンジャーになっちゃうんでしょうね。でまあ大体ほぼほぼいつも、まあ後悔と、まあ体調を悪くして、まあちょっと気持ち悪かったり、してますね。まあそんなんで、まあ昨日時点で、体重2キロ強、2キロ弱ですかね、増えていました。まあその2キロ増えた体重が、何日で、ちょっと、戻るのか、まあ通常の、まあ、ダイエットメニューでですね、まあその辺もちょっと、興味というか、まあ関心があります。例えば、2キロ太ってしまった体重が、3日4日で、まあ、通常のダイエットメニューで、戻せるようであれば、まあ今後続けていく上で、そうですね、あ今日はなんか思いっきり食べたいなという時の、まあ目安というか安心感ですかね。まあ食べても落とせるんだぞと、いうことにつながっていくと思うので、また報告したいと思います。また続けていきますのでよろしくお願いします。